共して母や兄弟たちと過ごす若い水平を描いた1904年の総画。R&R は軍事用語のスラングで休養と回復を意味し単身で基地などに駐屯している連合国軍の兵員やスタッフに与えられる自由時間を指す略語。この表現が通用するのはアメリカ軍やイギリス軍をはじめ数多くある。アメリカ合衆国の指揮、福祉。 休養ネットワークはアメリカ軍の兵員に様々なレジャーを提供している。イギリスでは海外に派遣されている兵員に与えられる休暇の一種を意味し、この休暇の間に帰郷して家族に会うことができる。R&R の期限は朝鮮戦争の1950年12月アメリカ極東軍が策定した休養と回復計画に由来する。 本計画では6から7ヶ月の勤務を経た兵士に5日間の休養を与えるため、日本の R&R センターに送っていた。なお、本センターは、休養や娯楽が目的であり、性的なサービスを提供するものではない。21世紀に入ってからも、イラクの自由作戦の際に、イラクやヨルダンに展開したり、アフガニスタンにおける普及の自由作戦に参加した。 軍人やアメリカ国防総省所属の文民には、12ヶ月の勤務の後に、休養と回復のプログラムが提供され、移動日は別として、最大15日間、家族や友人に会いに合衆国やヨーロッパを訪問することが認められた。R&R と同じ意味で、兵士たちが用いる非属な表現としては、A&A、シリトアルコール、I&I、交互と名帝、P&P、P フッシーとポップコーンなどがある。また、R&R の貴族な解釈としては、レープと保証、レープと破滅、レープと闘争などがある。日本語では、戦時休暇と表現されることがある。R&R に参加する軍人たちにとって、売春は、長らくその一部であり続けてきたし、早い時期から、平時、戦時を問わず、民間人たちからも容認されてきたが、一部には、 人身売買への懸念からこれを問題視する向きもある。1945年、第二次世界大戦の最終局面において、アメリカ合衆国をはじめとする連合国に無条件降伏した日本や、1950年代の大韓民国では、米軍基地の周辺に、英語でキャンプタウンと称される施設が都合よく形成され、売春宿が事実上の制限を受けずに営まれた。 2006年に至り、アメリカ国防総省は、世界のどこであれ、軍人の売春行為を違法化し、最長1年の投獄、給与の没収、不名誉除退に値するものとした。この方針変更は、売春が合法化されて管理されているヨーロッパの一部からは、批判された。ベトナム戦争の時期に従軍したアメリカ軍の兵員には、 兵役期間の間に一度 R&R の機会が全員に与えられていた。R&R の期間は5日間とされており、出向く先は、バンコク、香港、クアラルンプール、ペナン、マニラ、ソウル、シンガポール、台北、東京や南ベトナム共和国国内のチャイナビーチなどであった。遠方であるハーやシドニーに出向く場合は、期間が7日間に延長された。 独身の GI たちに最も人気が高かったのはバンコクであったとされており、既婚者の GI の間ではハワイでの配偶者と過ごす休暇が最も人気があった。スティーブン・ H. ランドル作、レター・ツー・ホーム1968年、米陸軍ベトナム従軍者。ベトナムでリラックスする兵士たち。デビット・ N. フェリントン、タイム・アウト1968年、米陸軍ベトナム従軍者。 アメリカ国防総省の公式の政策は売春を良しとしていなかった。しかし、米兵たちの多くが直面していた戦場におけるトラウマと戦うために売春は頼みとされた。アジア各地の様々な R&R スポットにあるバー、ナイトクラブ、マッサージパーラー、浴場などには、タイ人、フィリピン人、スリランカ人、ベトナム人、日本人、朝鮮人、 シンガポール人、マレーシア人の女性たちがいて、米兵たちの慰み者となっていた。バーの女性たちの人気は高く、レンタルすると、GI たちは、法的な強制力を持つ契約を結ぶことができた。GI が、好みの女性を選ぶと、彼女は、コンパニオン権ガイドとして GI に奉仕した。太陽国のパタヤビーチは、かつては漁村に過ぎなかったが、1960年代に、 ベトナムから何千人もの兵員が R&R で訪れるようになり、世界最大級の高等街の一つが形成された。当地の経済活動の革新部分には今もセックスツーリズムがある。兵士たちはこうした休暇を I&I、名帝と皇后と称した。誰もがこのような休暇の過ごし方をしていたわけではなかったが、こうしたあり方は、 R&R に対するステレオタイプ的な見方を広めた。1973年に小説として発表され、1970年に映画化されたセインとジャックは、ベトナム戦争の最中にアメリカ人 GI たちが当時この都市国家で広く見られた買収を目当てに、R&R でシンガポールへやってくるという物語である。ありがとうございます。